香川英治役、主演の西島秀俊さん、増井康介役、浜田岳さん。水木直役、上白石萌かさん。えー、本日は、えー、年明けのお忙しい中、ありがとうございます。え、香川英治役の西島秀俊です、えー。そうですね。あの、元丸坊の刑事ということで、えー。まあ、外見はかなりこういうワイルドな感じですけども、あのー、まあ。 少年はあの優しい温、えー、かい刑事、えー、として、えー、演じていきたいと思っています。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして浜田さんお願いします。ハスミ役の浜田岳です。本日はありがとうございます。えっとクールで、えー、あーエースで、うん、そして秘密を抱えてあもう聞くからに。 難役なんですけど一生懸命頑張っていきたいと思います今日はよろしくお願いしますありがとうございますそして上白石さんお願いいたしますはい、えー、水木直役を演じます上白石もかです新年早々お集まりいただきありがとうございますえっと私は私自身初めての刑事役で えー、今回このドラマすごく異色なんですが、あのお二人と一緒にとても楽しい撮影の日々を送っております。あの最初はやる気がないんですけど、お二人の背中を見ながらどんどん、えー、やる気を出して、なんかこう自分のなんだろう正義とかそういうものを貫いていく役です。今日はよろしくお願いいたします。もう最後の方ラストはどんどんこう傾きがこう前の方に傾くのめり込むように。はい 見てらっしゃいましたあ。ありがとうございます。はい、やっぱりこういうのって反応はまずドキドキするものなんですか。そうですね。やっぱりすみません。ちょっと今日声があのガラガラしています。あとさっき立ち忘れてすいません。そんなことないです。はい、なんて緊張。いや。はい、いややっぱりすごく気になりますね。はい、あのとにかく今回はあの見た方が楽しんでいただける。はい、あのそれでいてちょっとどっか地んとするような。 あのドラマにしたいと思って撮影しているのでまあほに少しでもこう何か見た方の皆さんの心に触れるものがあればいいなと思っています、はい、若い人たちにとかご年配の人たちにということではなくて家族全員で、えー、あらゆる世代の人たちが一緒に見られるドラマを作りたいということで、えー、現場で日々頑張っています。えーぜひですね、家族みんなで、えー、9時ににテレビの前に集まって、うん このドラマを見て、えー、笑ったり、まあ、ちょっとあの事件に関わる人たちの思いを寄せて感動したりしていただけたらこんな幸せなことはありません。どうか見てください。